フィンシュター・ヘネンの紋章鶏は最も身近な課金であり、オンドリ、メスドリとも紋章によく使われる。紋章では、オンドリとメスドリは区別されるが、図案では、雌雄の区別がつけにくいことも多い。どちらかといえば、オンドリの方がよく使われるが、フランケン大公のヘンネベルク家は紋章にメスドリを用いており、その所領だったマインゲンやズール。 バウンゲンなどの町の紋章にもメス鳥が描かれている。紋章ではチャージとして、左を向いた黒い姿で、くちばしや景観、肉水、足は赤で描かれることが多いが、それ以外のティンクチャーで描かれることもある。尾は短く、尖らないように描かれ、羽を広げたり、攻撃姿勢を取らせることもない。ライオンやワシとは異なり、ヘルメットに描かれた例は知られていない。 立った姿でも座った姿でもよく、三つ峰の山や、アーチの上に立たせることもある。バーとキッシンゲンの紋章では、縄文の上に、メス鳥の足を描いた盾が配されている。また、ティッテルブルンの紋章は、左側に、ミブの山の上に立つ、メス鳥の左半分が描かれている。メス鳥は、カンティングアームズ、紋章の保有者の名前と書けた図案。ドイツ語では、 レデンデズ・ワッペンというの代表例でもある。前述のヘンネベルク家は、仮名にヘンネ、すなわち、メスドリを含むことから、両種の紋章でよく使われる和紙の代わりに、メスドリが描かれており、その所領であった町の紋章にもメスドリが取り入れられている。ヘンネベルク家ではかなり早い時期から紋章にメスドリを使っていたようで、中理非紋章図典には1340年頃の、 ものが掲載されている。スイスのフィンシュターヘネンやオーストリアのヘンドルフ、アムベラーツへの文章も同様である。ありがとうございます。